体調大丈夫？大丈夫？まつさん流れ星ありがとう。でもボサ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 顔面ですまない。だってキミセル配信で少しみたいなのさんだそう。キミセル配信でこんな顔面だったんですよ。こんな顔面だったんですけど、ちょっとそうだからマスクして隠してました。でもさすがに自分の配信ならいっかと思って。公式ならみんな見るかもしれないから気まずいなと思ったんですけど、まあ自分の配信だしいいだろうみたいな感じですね。サクさんこんばんは、ありがとう。マリカゆっくり寝てね、ちゃんとゆっくり寝ます。もう私はめちゃくちゃニャムニャムさんなので今日は早く寝ようと思いまして、早く配信を切ります。ごめんね。カチお疲れ様です、ありがとう。それ大丈夫？多分大丈夫。ナスさんマシュマロありがとう。ひなこがいる今。あーなるほどね。死ぬひなこ泣けるんだけど。え、キミセの配信やってたあの人ですか？そうです、あの人です。やっほー。ちょっと本当にとんでも顔面すぎてボサボサ顔面すぎるんですが、野田ひなのです。死ぬんだけど奥原ひなこ受ける。やっほー。ひとりごとのアーカイブさん、ハッタありがとう。クロケンさんこんばんは、ありがとう。ゆっくり休んで、マジでゆっくり寝ます。ちょっと今日はめっちゃ眠いから爆睡しようと思って、ちょっと今日は早く配信終わるね、ごめんね。実は今日はね、昼から夜までレッスンをしてたんですけど、もう眠すぎて結構死ぬかと思ってた。なのでちょっと今日は寝ます。あつしちゃんハートありがとう。みんなありがとう、ありがとう。でも頑張りました。ちゃんと覚えられましたし、ちゃんとできました。ねむねむさんなので今日はしっかりと爆睡しようと思います。皆さんも昨日起きてた方多いと思うんで、ちゃんと寝てください。ただ昨日7時間配信してたし大丈夫です。そう、7時間も配信したのはやばすぎて普通に怯えた。でめっちゃ眠かったの、めっちゃ眠かったの。今日はでも2時間ぐらい寝たんですよ。2時間ぐらいはちゃんと寝たんですけど、そう結局あのヘアメルになんか寝る、今から寝るって言ったけど、あ待ってと思って起きて、寝ずに起きてお風呂入って、そしたらもう7時何分とかだったから、それだったら8時のおはようまでして、おはようまで起きて、その間に作業10日までにやらなきゃいけない作業を終わらして、そこから寝たって感じなので、2時間ぐらい寝た。つまちゃん長い星ありがとう。でも明日も料理気分で来てね、ありがとうね。明日10日は台湾に回しです。秋葉原と新宿バトゥールですね。ぜひ待ってます。今朝まで作業してたから眠いんですけど、本当に眠すぎて今日マジで寝ちゃうと思ってニャムニャムしてたんですけど、なんとか頑張りました。なので今日は寝ます。今日は絶対に早く寝るって決めた。ダミチンヤッホー、トムさんこんばんは。カチユーの爆睡です。爆睡偉い、ちゃんと寝た方がいいよ。ちゃんと寝て偉い。トムちゃん昨日は寝落ちしたね。眠いよね、マジで寝ちゃう。部屋のも今も普通に寝ちゃいそうなぐらい、なんかそうお外にいたらちゃんと起きなきゃっていうので起きられるんですけど、お家に帰ってきたら、であったかいお部屋にいたらもう寝そう。だから今日はマジで早く寝る。お母さん寝なすぎて諦めて夜勤の短髪申し込みます。マジ申し込んだの？頑張るの？寝ないね。なんかいなかったら寝てますね。ダメ起きて待ってるよ。明日みんな会いに来てね。10日秋葉原とバトゥールです。ぜひ遊びに来てください。でも野田ひなのは本当に今日の朝のうちに全てやらなきゃいけないことを全て終わらせたので、もう本当に偉すぎて、私はちゃんと自分でやらなきゃいけないことを終わらせ、今日ちゃんと爆睡できる環境を作った自分が偉くて感動してる。結構偉くない？偉いなと思ってました。自分で動画明日にできるかね。ありがとうね、大金楽しみにしてます、ありがとう。なんか秋葉原なのでオタクします。オタク？ああオタクするの？
何の部屋の知り合いが秋葉行くみたいです。あ、そうなん。あ、なんか言ってたやつ、言ってた、言ってた人、なんか行くみたいな言ってた人。カッチーは、カッチーは何するの明日。ゆきにゃにゃこんばんは、ありがとう。お母さん偉いね。偉いでしょ。いや、マジで頑張ったんですよ私本当に昨日。あの、眠いながらも8時までなんだかんだ起きて、ちゃんとちゃんとちゃんと作業を全て終わらせ、交通費の入力も終わらせ、せとりも考え、他にもやらなきゃいけないことがもうちょっとあったので、それを終わらせました。結構頑張った。ガチャさんこんばんは、ピンカメさんこんばんは、ありがとうね。みんなも昨日お付き合いいただき嬉しかったです。本当に今日は本当に目が開いてなさすぎて、とんでも顔面ですまない。なんで今日はドスッピンでマスクをして、髪の毛も適当でレッスンに行きました。そう、今日はねレッスンの合間にみんなで焼肉を食べたんですよ。ひなのちゃんは焼肉を焼きました。偉いでしょ、偉いでしょ。僕らのおくらさんこんばんは、昨日来てくれてね、ありがとう。朝までやってたのに元気だ。でも眠いよひなのは。元気ですけど、にゃむにゃむさんです。ひなのたん、にゃむにゃむさんです。やすき、明日も仕事頑張る。朝までやすごかった、ありがとうね。頑張りました、頑張りました。お仕事偉いね、頑張ってね。応援してます。来れたら来てね、無理はせずに待ってます。ピンクカメオさん、赤のだるまさん、ありがとう。ハートもありがとう。本当に今日焼肉を食べたんですよ。で、みんな、あの、君とセレンディピティのメンバーは6人いるのにもかかわらず5人お肉が焼けない人だったので、野田が全部焼きました。ピンクカメオさん、ハートのライフありがとう。あとは今日はね、ケンタウロスが現れたの、キミセレに。めっちゃおもろくない？私本当にそれが面白くて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 、もう涙が流れるぐらい本当に面白くて大爆笑しました。本当にね、ケンタウロスが現れたの、キミとセレンディピティに。本当にね、びっくりしちゃった。ケンタウロスが現れたんですよ。白メガネこんばんは、ナイスさんありがとう。6人分焼いたま、そう、でもなんかあの焼かないやつ、あの丼とかにした子もいたので、その子たちの分はやらかなかったんですけど、焼きました、ひなたんが。そう、焼くこのお肉はひなのが焼きました。ひなのさん、お肉焼くの嫌いじゃないので、お肉焼きました。あれなんですよ、とあの焼き加減とかは得意な方なので、美味しく食べるのが私はすごく好きなので、しかも三重県民なので、お肉にはお肉を美味しく食べることはちゃんと詳しいので、詳しいというか好きなので、全然焼きますね。お母さん2人分だけの焦がしなくてもね、死ぬって。あの、何人前ならできるかな。でも家族が、実家が7人なんですけど、そのお肉とかも全然焼いてました。あのちゃんはお肉をバーベキューだとパパとかが全部やってくるんですけど、お家のホットプレートで焼く焼き肉はなんかヒアノがいつもやってました。だから普通にショールーム見てたって LINE が来た。死ぬ、死んじゃった。ひなこちゃんからショールーム見てたって来ました。わらって。テリゴトマーカイブさん、ハートありがとう。皆さん、ケンタロスがどういう状況なのか想像できない。なんかまあ、とあるダンスをしてたんですよ。とあるダンスをしてて、あのまあ、キミセレの曲なんですけど、あ、新曲じゃなくてね、まあ、とあるダンス、まあ新曲、まあ、なんて言うんだろうね、新曲じゃないんですけど、新体制初披露曲、まあまあまあ、ファントム、まあの、まあ、ダンスをしてたんですよ。まあ、ある部分がすごい、あの本当にケンタウロスだったんですよ。めっちゃ面白くて、めっちゃ面白くて、なんか本当にケンタウロスだったんです。ケンタウロスで面白すぎて、その辺のもう大爆笑して、もうみんなでちょっと笑ってました。なので今日はみんなでレッスン頑張って、ケンタウロスで大爆笑して、焼肉を食べて、またレッスン頑張って、あの昼から夜まで頑張って過ごしました。だから楽しかったからちゃんと起きてられました。頑張った。ひろぽんさんこんばんは、はちねさんこんばんは。こっち何、死なないでか。ひなのがすぐ死ぬって言うからでしょ。ひなの本当に死ぬ口癖でよくないよね。ダキハットありがとう、ダキありがとう。焼肉したいからホットプレートとか言ってね、わかるんやけどさ、でもひなのこの狭いお部屋であの焼肉をしたらとんでもないことになりそうだと思って、ホットプレートとかってのはあのタコパとかもしたいんですけど、
できない。だから白いお家の人ぜひドラヒラのにタコパと焼肉パーティーをさせてください。お願いします。本当にね、本当にね、今日はもう大爆笑しまくった一日でした。面白かった。なんかね、本当にね、もうその現場をみんなに見せたかったんですよ。見せたかったんですけど、見せたかったんですけど、そう、見せられないのが悲しいぐらい面白かったんですよ。で、あれなんですよ、そう、またね、また別の面白い話があって、ヒアナがメンバーを追いかけてたんですね。その時もすごい楽しかったです。追いかけてたっていうか、そう、みんなでね遊んでたの。レッスンの合間時間に暴れて遊んでたんですよ。それもねすごい楽しくて、今日は楽しかったので頑張って起きてました。でも今は結構楽しいんですけど、もちろんお家帰ってきた安心感で、お家帰ってきた瞬間からにゃむにゃむさん、母さんハートありがとう。大吉の時焼く係します。焼いてください、お願いします。でもひなのちゃんお肉焼くのうまいですが、お肉焼くのうまいですよ。でもお部屋のは食べたいので焼いてください。ね、母さん課題落ちにならないか心配できない。なるんかな。でも意外とならなさそうだよ。なるんかな。なるか。確かに。換気扇を回しまくるしかない。こっち焼肉食べたいから近くの焼肉屋さん行こう。かっこいいからね。行かんのかい。本当にね。でも焼肉っていうのは人を幸せにするなと思いました。でもね、私はね、あのね、すごいね、楽しみなことがあるの今。すごい楽しみなことがあるの。なのはね、本当にね、月曜日がすごい楽しみなんですよ。月曜日が楽しみなの。月曜日にねパーティーするの。ユミの家族とユミとひなたんとパーティーするんですよ。それがすごく楽しみ。パーティー嬉しい。それがすごく楽しみです。ワクワクさん、焼肉いいなね。本当に焼肉大好きなんですよ。私タンがめっちゃ好きなんです。タンとカルビさえあれば生きていける。タンとカルビが大好き。あと白いお米。まっちゃん食べるの集中してください。だけマジで大集中します。本当に食べることが大好きすぎて、マジで永遠食べられる自信あるぐらい食べたい。でも今日もお腹いっぱいになって苦しくて胃が痛くて、みんなにお腹をさすってもらいました。ヒアノはお腹いっぱいになったらすごくお腹がボンって、本当にねマジで妊婦さんみたいな感じで、イカ水なんですよ私。めっちゃこうお腹がボンってなるんですよ。本当にもう、本当にでも本当になんかもうサンドイッチ1個とかだけでもお腹、普通にお腹いっぱいだなって感覚になったらボンってお腹が出るの。だから本当にすごい、ずっとそうなんですよ。ずっと若い時からというか本当にそうなんですよ。食べたらもうボンってなっちゃうんですよ。それをみんなにねえ見て見てお腹さすってって言って、みんなにお腹をよしよししてもらってました。カチャスタイルくんのにおせ、え、会えるの？カチャスタイルに来てくれるの？本当？待ってるよ。会えるの？見つけるよ。じゃあメンバーさん、メンバーさんじゃん、ヤッホー、元気？母さん、タンとカルビさえあれば生きてくるわ。本当にそうなんです、本当にそうなんです、本当にそうなんですよ。マジでそうなんですよ、本当にマジで。タンとカルビと、タンとカルビとって発音大丈夫かな。タンとカルビと、あの白いお米さえあれば私は本当に生きていける。マジでそれだけで生活していきたい。15分経ちました。ということでランキングを読みます。私は寝る、私は寝る、受ける、寝る、私は寝るぞ。いきます。13位ひろぽんさん、ありがとうございます。12位僕らのオクラさん、ありがとうございます。11位ゆうきにゃんにゃん、ありがとうございます。10位グラン、ありがとうございます。9位カッチ、ありがとうございます。8位大輝、ありがとうございます。7位ピンクカメオさん、ありがとうございます。6位情報技術系さん、ありがとうございます。5位カオさん、ありがとうございます。4位ズマッチさん、ありがとうございます。3位ひとりごとのアーカイブさん、ありがとうございます。2位ナルセさん、ありがとうございます。そして1位ホリ、ありがとうございます。みんなありがとう。今日はすごく短い間だったんですけど、見てくれて嬉しかったです。爆睡します。そして明日のライブも皆さんぜひ遊びに来てください。明日は10日ですね。秋葉原とバトゥールです。待ってます。ということで、キミセレワンマンまであと25日なので、皆さん4月3日
絶対来てください、お願いします、本当に本当にお願いします。ということで今日もありがとうございました。おやすみ、本当に短い時間でごめんね、寝ます寝ます、すっきり、みんなも早く寝てくださいということで、おやすみなさい。ひなのが早く寝たからって浮気するんじゃないよみんな。